長に行くことになって。え、竹田部長と二人で行くの？俺たちいつもちょっと飲んで行くんだけど、いいかな？はい。乾杯！乾杯！乾杯！日本酒好きだろ。うまいね。いっぱいあるぞ。じゃあ、吹かすだけ。もしもし。もしもし。彼氏さんですか？うまい。そういうこと言った。彼女、同じ科の同僚と付き合ってるんですよ。知ってたんですか？大丈夫か、お前。ちょっと捕まって、よいしょ。あ、私、ずっと寝ちゃってましたよね。大丈夫でしたか？せっかく出張に連れてきてもらったのに。